フェリーボートは雨の南シナ海を香港島からマカオへと向かっています。マカオはかつての宗主国ポルトガルから1999年に中国に返還されましたが、香港と同様特別行政区となっており、一国二制度をとっています。行政制度が異なるため、同じ中国国内の移動なのに、香港を出るときは出国の手続きが必要で、マカオに入るときには入国手続きが必要となっていました。珍しい経験をしました。近年はマカオといえばカジノ、カジノといえばマカオと言われるぐらい隆盛を極めています。町の中心部は派手なカジノの建物に目を見張ります。マカオはこの小さな国の中に22の世界遺産が登録されています。歴史的建造物と8カ所の広場が含まれています。
モンテノーカトリでは現在市民公園となり、市民の憩いの場となっていますが、かつてはポルトガルが中国からの侵略に備えて築いた砦でした。モンテの丘から見下ろすと、セントポール天主堂のファサードが見えます。お正月の天主堂参りは、さしずめ日本の初詣にあたるのでしょうか。この天主堂は2度の火災に遭い、ファサード、すなわち正面の壁面のみが残っています。この天主堂の建設には日本人キリシタンが携わったそうです。日本人が書いたとされる漢字や菊の花らしい彫刻も見られます。また地下納骨堂には日本人殉教者の遺骨も納められています。長崎で貼り付けにされた26名のキリシタンの殉教図も展示されています。日本のキリスト教徒たちは徳川幕府の禁教が厳しくなり、数百人がマカオに渡って二度と再び日本に帰ってこれなかった者も多くいるそうです。日本に渡来した最初のイエズス会士フランシスコ・ザビエルの教会を訪ねたいと半島の南西部に向かいました。向かう途中、道端にナムアミダ仏と刻まれた石碑を見つけました。これを彫ったであろう人にしばし思いを馳せたことです。また途中で中国風の寺院で熱心に手を合わせている人にも会いました。やっとフランシスコ・ザビエル教会を見つけました。扉には世界にいでよ、全人類に福音をと書かれていました。ザビエルは死後、自分の遺骨の一部を
日本にうずめることを願っていたそうです。